ジェファーソン軍はアメリカ合衆国コロラド州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は53万4543人であり、2000年の52万7056人から1.4%増加した。コロラド州で4番目に人口が多い軍である。軍庁所在地はゴールデン市であり、同軍で人口最大の町は レイクウッド市である。ロッキー山脈のフロント山脈に沿って位置し、州とデンバーの西隣にある。軍のスローガンは、ロッキー山脈への入り口である。ジェファーソン軍の全体は、デンバーオーロラ大都市圏とデンバーオーロラボールダー、広域都市圏に属している。2002年時点で、ジェファーソン軍には、コロラド州の人口重心がある。ジェファーソン軍は、通常略して、ジェフコと呼ばれている。 この略称は、ジェフコ教育学区、ジェフコ事業センター大都市建築、ナンバーワン及び軍内にある企業などにも使われている。また、軍の機関の多くでも、非公式の愛称に使われている。ジェファーソン軍が運営する、ロッキーマウンテン都市圏空港は以前ジェフコ空港と呼ばれていた。軍内の主要雇用紙として、ゴールデンのクアーズがある。 また、州立のコロラド鉱山大学が軍内にあり、鉱山と土木工学の知識を教えている。1999年のコロンバイン高校銃乱射事件は、ジェファーソン軍内の高校で起こった。1855年8月25日、カンザス巡州議会が、巡州西部全体を統治するために、アラパホ軍を創設した。この軍名は地域に住むアラパホ族インディアンから、 取られていた1858年7月、アラパホ郡のサウスプラット川沿い、現在のイングルウッドで金が発見されたことで、パイクスピークゴールドラッシュが起こった。鉱山地域の住人は、カンザス準州やネブラスカ準州の政府から遠く、離れて阻害されていると感じたので、 1859年10月24日の住民投票で自らジェファーソン巡州を作ることに決めた。翌月、ジェファーソン巡州議会は新しい巡州内に12の軍を組織化し、この中に現在のジェファーソン軍があった。軍名はジェファーソン巡州の名前のもとにもなったアメリカ独立宣言の主要執筆者にして第3代アメリカ合衆国大統領。 トーマス・ジェファーソンにちなむものだった。ゴールデンが新しい軍の軍長所在地になった。準州暫定政府の知事を1859年から1861年まで務めたロバート・ウィリアムソン・スティールが軍内のマウント・バーノンに、また後にはアペックスに自宅を建てた。ジェファーソン・準州は結局連邦議会の承認を得られず、1861年2月28日、 その人気の最後の州になっていたジェームズ・ブ・キャナン、大統領が法に署名して、コロラド巡州が創設された。ジェファーソン軍は1861年11月1日に、新しいコロラド巡州によって創設された、最初の17軍の一つとなった。1908年、軍領域の南端がパーク軍に分割され、現在の南北長さ54マイルになった。デンバー市軍。 さらに2001年には、ブルームフィールド市軍の統合によって、軍領域の東部が何度か減らされた。軍領域の大きさは南北に54マイル、東西に4内市し18マイルである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は778.06平方マイルであり、このうち陸地は772.09平方マイル。 水域は5.97平方マイルで、水域率は0.77%である。ジェファーソン軍は10の軍と接しており、コロラド州の軍の中では最も多い。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジェファーソン軍教育学区 R-1 イングルート連邦共生施設が軍内未編入領域にある。ありがとうございます。